22日土曜日朝の10時10分、三重県の四日市のから、桑名の方にね、ちょっと車走らせてドラブラヨッタンを取材したい、撮りたいと思います。まあ今日も晴れてるんで iPhone が熱で止まらないことを祈りながらやっていこうかなと思います。四日市の横には桑名っていうところがあって、長島スパーランドとかね、菜花の里とか結構有名なリゾート地があるんで、そこはちょっとね、間伊勢湾岸道をちょっと通って、桑名、長島で降りてね、ちょっと撮ってみたいと思います。暇なんで暇つぶしでやってます。暇人ですよ。すぐに熱でダメがいそうだけど、まあええわ。高温注意で止まったら止まったとこまでになります。あらかじめ了承くださいまで。今日も Google マップナビ画面を追加してます。だいたいどこ通ったかっていうのは、この Google マップのね、地図見てください。今日は2つ通ったルートをね、大きい縮尺でも表示するようにしますので、分かりやすいかなと思います。太陽が当たったらすごい熱くなるんですよ。なおかつこれ動画撮りながら、もう一個の iPhone にテザリングで Wi-Fi つなげてるから余計ね、熱がこもる。はい、国道23号線かな。
原にちょっと足伸ばして、この辺りブラブラしたいと思います。そのぐらいしかないんですけど、この辺りは右側が霞ヶ浦緑地っていって、この辺りがもうちょっと行ったところで四日市の花火とか上げてるところです、はい、はい、高速道路三重川越でしたね。やっぱ伊勢湾岸道の伊勢川越で乗って、一つ目のインター長島で降ります。料金安いですけど200円くらいだったんです。天力すがにってなってるんだよな。だわ。雨がすがに。読めない地名多いもんな。
感じですよ最近。YouTube 上げるのそんなにもう上げてないし。まあ週1回ぐらいかな。ネタがないんです、上げるネタが。他のあの YouTube 見てるんですけども、チャンネルもあんまり他の人見てないしね。見てるっていうのはあれですよ、元 CA のみさきのっていうチャンネル、かわいい人、それどっちかがチャンネルでぐらいですかね。やっぱね、同じのを見ていると飽きてくるんですよ。昔猫店とか見てたけど、ちょっと飽きてきたしね。若いもの見てたけど、ちょっとそれも飽きてきた。やっぱ人間って飽きてくるから。すいません。最近ちょっとゲーム配信をね、なんかちょっとフォートナイトっていうのが結構流行ってるみたいだから、ヒカキンゲームズでもフォートナイトやってたから、ちょっと僕もゲーム配信しようかなと思ってて、パソコンにフォートナイト入れたんですよ。そしたら画像の処理能力低くて画像が荒かったから配信諦めました。やばいね。ゲーム配信にはちょっと非力なパソコンなんで、今ノートパソコン、ディスクトップパソコン買ったらできます。ゲーム配信15万円ぐらい。あとこのプレイステーション4を買ってもできるんですけど、今年の年末にプレステ5が出るのに、今更プレステ4買うのもってなんだから。ヤフオクで見てたら2万円ちょいで売りに出てるんですけど、まあそれももう今更かなと思って、それだったらプレステ5出るの年末まで待って、そこで5、6万で買ってね、そこから何かしてみた方がいいかなと思って、ちょっとゲームするのはちょっと年末までやめてます。なぜあのお金かけずにこの YouTube 配信やってる僕だから、あんまりお金かけすぎたらね、あの意味ないんです。だって収益ないのにお金かけたら意味ないと思って、全部あの流用ですよ。 iPhone もパソコンも持ってたやつでやってるし、全部ほとんど持ってるやつでやってますよ。ジンバル買ったぐらいかな、あの物買ったのが。多分だから YouTube するための投資って、多分編集ソフトもタダだし
長島リゾートがある、はい、ここが長島リゾートの右のところがあって、駐車場のガラガラなんですよね。多分3分の1しか埋まってないって言ってる。
本前か2本前に上げてますから見てください。あと音声はこのワイヤレスイヤホンのマイクで撮ってるから、あんまり良くないんですけど、まあどんな感じで撮れるのかのかなってテストも兼ねてね撮ってるからあんまり良くないんですけども、まあちょっとそれも見てみます。というのはね、私テレビも横に置いててパソコンもあって、その iPhone とかでワイヤレスイヤホンでいろいろ音楽聴いたりしてるんですけど、iPad は嫁さんが使ってるんですよ。だから画面が iPhone でしか映画とかアニメとか見えないから画面ちっこいんですよね。だから画面ちっこいからちょっとどうしようかなと思ってたところ、まあテレビにねこの Google Chrome っていうのがあるからいろいろ画像飛ばして YouTube 見たりいろいろできるんですけども、音が悪いとテレビだったら、なので画面が大きく音がねいい見方はあるのかなと、視聴の仕方あるのかなと思ってちょっと考えてたら、 Windows 10のノートパソコンに Bluetooth があるって分かって、あこれで、ね、ツルワイヤレス2の Bluetooth ワイヤレスイヤホンつけたら音が画面パソコンの綺麗な画面で見えて、Bluetooth でもいい音が聞けるのからいいかなと思って見てたらね、それができたんですよ。めっちゃラッキーと思って嬉しかったね。あとしましたこれでね、パソコンの大きい画面 15.6 インチフル HD 画面で画像を見ながら音声も最高峰のワイヤレスイヤホンの音を聞きながら、映画とかアニメとか見えるんでめっちゃラッキーと思ってます。良かったです。特にねゼンハイザーモーメンタムツルワイヤレス2のワイヤレスイヤホンは音がほんとすごくよくって、重低音とかも最高なんですよ。だから映画見るの最高。アップルの AirPods Pro も持ってるからそれも聞いては見たんですけども、まあそれでもねアップルの AirPods Pro もああいう映画とかアニメの音を聞くのに対しては結構いいです。悪くないです。でもやっぱり重低音とか本格的に素晴らしいのって言ったらやっぱりモーメンタムツルワイヤレス、それがもう最高です。まあ AirPods Pro も悪くはないです。十分使えます。はい、ということで最近家でねAmazon プライムに僕入ってるから Amazon プライムビデオっていうのをね見えるんで、それで見てちょっと暇つぶしてるような感じですね。ほんま暇なんですよ、すいませんけど。だからこれ YouTube を暇の時間をなんかできないかなと思って、やってるんですよ。なんかどこ左って、300m 先ここか、ここここちゃうだろう、あと1枚。はい、これが長島町中央通り店セブンイレブンがありますとか近く、あった左、菜花の里って書いてますね。長島リゾートからちょっと離れてるんですね。だからねちょっとって言っても車で5分10分だと、ここ左
左で、あと 0.800m 先に菜花の里が見えてきます。皆さん、菜花の里に車で行く時はさっきの湾岸、伊勢湾岸道の湾岸流しまで降りて、このような私のような感じで来てくれたら最短ルートですね。もちろん湾岸流し島降りたところがもうすでに流し島リゾートの遊園地、ジャズドリーム流し島のアウトレットがあるところになってますからね。菜花の里駐車場ですね。ガラガラやん、これあかんわ。だいたいこれ夜のイルミネーションが綺麗っていうのをさっきテレビでもやってたんですよ。だからちょっと僕車に乗りながら先ほどやってたから、ちょうど菜花の里に方向来たんですけど、夜のイルミネーションはいいかもわかんないけど、やっぱりこんだけ暑かったら花も枯れるだろう。そんなんだ。結構広いは広い、広いよな。でもまあ夏の昼間って言ったらほとんど何見るのって感じだから、やっぱ来ないんだよな。来るんだったら、あの最近その夜の、夏の夜のイルミネーションがあのやってるっていうから、あのね、だからやってるっていうから、こっちの方に夜は多分多少見に来てるでしょ。コロナ禍でも多少は、でもそんなには来てないでしょうね。菜花の里は駐車場なんかここ無料なの？左側展望台なの？これ右側が長良川で、左側が、これ名前わかんないの、海岸、あるんですよ。二つの川があの並行して並んでる、流れてるんです。今がいるところがこの細い、真ん中の川、なんて読むのこれ、海川っていうの、ちょっとわかんない。長良川の左、中津通って左側になんとか川っていうのがある。この今真ん中のとこです。今いる場所が
か真ん中違うんか、ごめんなさい、真ん中違った、真ん中ではないわ、もうこのぐらいの収束だったら分かるかな、ここでしょ、長良、特にこの左の長良川とこのなんとか川の間のこの細いこの中洲みたいなところ、これずっと続いてるのすごいでしょ、あの有名な木曽川もこれ右側にあるしっていうとこに一人マンボウ、おマンボウ、マンボウ、マンボウ、おマンボウ、クワプラザながら、これってあるな、これって言ってみようか、長野の里のこの道があるからちょっと撮ってみよう、車場ただなんかどんなんかわからんよな、